これみんなにね、すっごい希望になるあれだと思うよ。この生き方を始めたとき、私は派遣でお皿洗いとか、ドリンクをサービスしたりする仕事をしていて、今写真で出てる感じですね。これやってたんですよ、私。これをやってたの。そのとき、とあるホテルで楽天の会社の集まりがあったんだよね。そのサービスに入ったことがあった。ビールの瓶を開けて、 食事のお皿を避けて、ひたすらそれの繰り返し。で、めっちゃどんくさい私は超怒られてて、とっても嫌な気分になってた。サービスをしてる、その華やかな会にも目を向けると、自分と違う世界を感じて、さらに嫌な気分になった。 楽天の社長の三木谷さんのスピーチを横目で聞きながら、なんだかもうまるで異世界の住人のようで、私はビールの瓶を開けて、お皿を下げる作業をして、目の前の人たちは自由に人生を楽しんでる。私は不自由。この人たちは自由。 私は無力この人たちは才能にあふれてる比較の死の罠にすっかりハマってしまいドロドロの気分でもこのタイミングではもう私は秘密を知っていたんだだからその場所から気分を変えることを実行したさあ望みは何 私もこんな場所に呼ばれる人になりたいな。三木谷さんみたいなエネルギッシュになりたいな。私も自由を感じたい。私も楽しさを感じたい。私も自分のパワーを感じたい。そしたら自分の気持ちがほっとして少し楽になったのを覚えてる。ちょっとここまでおさらいしますね。要はあの今画像で出てる こういうね、派遣のお仕事したんですよ、私あの、その時。お皿洗いとか、ドリンクをサービスする仕事。で、その時に、楽天の会社の集まりのサービスの派遣に入ったことがあって、ものすごい華やかだったわけ。で、私はひたすらビールの瓶を開けて、食事のお皿を下げてっていうのを繰り返してて、で、もう、そのすごい本当にどんくさいんで、めちゃくちゃその時も怒られてて、もう、 もうそれでも、そもそも嫌な気分になっちゃうんですよ。なんでお前こんななんか、簡単な仕事もできねえんだよみたいなのすっごい言われて、なんかビールピーになんか、あの、こぼしたかなんかや、確かねし、したんですよね、私。で、それで嫌な気分になってる上に、その目の前の現実を見たらさ、サービスしてる私がいて、目の前には華やかなさ、会議が行われてて、 もう自分と違う世界っていうのをもうなんかありありと見せつけられてる感じで楽天の三木谷さんのさそのスピーチこう聞,聞いてたらさもうなんか本当異世界の住人本当ににここだよねこっからの文章ですよね「私はビールの瓶を開けてお皿を下げ,下げる作業をしてて目の前の人たちは自由に人生を楽しんでる私は不自由」 この人たちは自由。私は無力。この人たちは才能に溢れてる。比較の死の罠にすっかりハマってしまい、ドロドロの気分。で、ここで臨んだんですよ。私もこんな場所に呼ばれる人になりたいとか、三木谷さんみたいにエネルギッシーになりたいとか、私も自由を感じて、楽しさを感じて、自分のパワーを感じたいって。 そこから続きますブログが <laughs> 2019年9月17日新しく楽天が東京コレクションのスポンサーになりそのレセプションパーティーがあった友達に誘ってもらい招待客としてそう5年前あの時望んだ世界を想像したんだよ私もこんな場所に呼ばれる人になりたいな 三木谷さんみたいなエネルギッシーになりたいな。私も自由を感じたい。私も楽しさを感じたい。私も自分のパワーを感じたい。三木谷さんの名刺をもらった。写真も撮ってもらった。とてもエネルギッシーで、とても素敵な人だった。今回は素直に、純粋に、その人をまっすぐに見るだけで、 だから私はダメなんだ、にはならなかった。なぜなら、今は私も自分のパワー、エネルギー、自由や楽しさを十分感じれているから。横に並んだ時、数年前のような惨めな気持ちが全くわからなかったことが本当に嬉しかった。さあ望みは何 ?5 年前。 嫌な気分の真っ只中で、この質問を自分にしたことに拍手喝采だそして今回新しい望みも出たんだここで自分のブランド発表会をやりたい東京コレクションに出してみたいこれでブログが終わってるんですけどこの時まだ私自分のブランドアパレルブランドとか化粧品ブランドとかやってない時なんですよ ちなみに今見せてるこの会場って、15日にある会場と同じ会場です。楽天の三木谷さんのね、5年前、2019年から遡って5年前、お皿を下げて、ビール B 開けて、サービスをして、なんてこんな異世界の人たちと私とこんなに違うんだろうって。 妬ましく、そして自分の無力を感じながら嫌な気分になってそこで臨んだんですね。ああ、私もパワーを感じたいなって。そう思ったら招待客として三木谷さんのイベントに呼んでもらえる機会があって。で、その会場で思ったんですよ。今度は新しい望みですね。ああ、こんな場所でこういうイベントを自分のブランドで私もやってみたいなって。 それが15日に叶うんですよ。っていうのに気づいてなかったです、自分で。私自分でブログ読んでて。あー、なんかそうだったなーっていうのを思い出してちょっと泣きそうになったもん。だって始まりはあれですよ。始まりここですから。これ。これをね、楽天の会合で、三木谷さんが喋ってる中、 私はこれでお仕事してたんですよ。もうあの時の惨めな気持ち。あの時の私の気持ちを、なう感じてる人いるんじゃないですかこの中にも。あの時の私の気持ちはもう自分のパワーを全く感じれてないから、惨めだなぁ、みたいな。ああ、この人たちと私は住む世界が全然違うなーいいよね、学歴ある人って。 こっちはお皿洗ってるのに、こっちはビール瓶を開けて、あなたたちの食べたお皿を避けてる。みたいな。さらに怒られてるし、仕事できなさすぎて。もうなんか、すごい嫌な、嫌な日だったの覚えてる。だから、想像の秘密の巻物をその時私は手にしてたんで、そうだ。このまま成り下がっちゃダメだなと思って。 望みは何なのって自分に聞いてあげたんですよね。その一言の質問がやっぱでかかったですよね。あの時にやっぱり強烈に思ったのは私も三木谷さんみたいにエネルギッシュにパワーを感じてみたいしやっぱり目の前に映るこの華やかな人たちのように自由を感じて楽しさを感じたいなってすごい 思ったからそうやったそしたら2年2年後じゃない5年後に招待客で呼ばれたんだよねそう呼ばれたいと思った三木谷さんのイベントに呼ばれるような人になりたいなと思ったで別に三木谷さん呼ばれたわけじゃないけどお友達が三木谷さんのイベントに招待者として呼んでくれたから2年前のイベント行けたんですよね で、その時に、リアルに、ミキタニさんの、その楽天のそのイベントを見て、うわ、この会場で、こんなイベント、ファッションショー、何これ、素敵みたいな、えー、音楽があって、DJ タイムがあって、え、ファッションショーかっこいいえ、ダンスもやっちゃうのかっこいいみたいな。15日、あの時見たこと、私全部やるんですよ。DJ タイムがあって、ファッションショーがあって、トークショーがあって、ダンスタイムがあって、 いやーすごいなまんまなんですよそうなんですよまんまなんかこれをねほんとちょっとシェアしとこうかなと思ってまあだからあの時まあ私巻物を持ってなかったらまあ嫌な気分で終わってたでしょうねあと諦めこの人たちと私生まれながらにしている世界違うしみたいな 私の現実はこんなもんだよね、みたいな。ほんで、家帰って、まあ何事もなく、あの、終わってたと思うんですけど、やっぱ巻物持ってたから、望みは何なのって、どうだったらいいのよ、あんたって聞いてあげれたあの一言だけがもう、人生多く変えましたよね、やっぱり。いや、だからね、比較して、なんか落ち込んでる暇なんてないし、 なんか比較して自分のことを傷つけてる、なんかそんなくだらない人生の過ごし方、ほんととっととおやめになった方がいいですよ。無駄です、そんなの。妬んでる暇なんてない。あの時私が感じた気持ちを、今感じてる人きっといるはずだから。同じだから。 てらちゃんさん。ハッピーちゃん、私、めちゃくちゃドンピシャです。すごい人見たら無理かもと、つい1時間前の話です。もうね、あなたに関しては、私のこの三木谷社長のブログの記事の前半をもう3、4回読んでください。いや、10回読み直してください。前半の方の記事が大事です。前半の記事を10回読み直してください。そうしたら、そんなことを思わなくなります。 あーということで、お風呂入って寝よう。ということで、皆さん、ゲリラ配信でございましたが、ありがとうございました。あさって、楽しみにしてますね。はい。おやすみなさーい。